久保さん、闇金牛島くん3にしましょうか。昨日映画見まして、与沢さんのがモデルとなったこの情報商材がテーマになってるんですよね、闇金牛島くん3の映画。で、闇金牛島くんの最後のシーンがね、その3の最後のシーンが、なんか100万円返してくださいみたいなね。まあ、その情報商材を売った青年が、バス停で待ってるんですよ、バスを。まあ、その情報商材を手洗って、違う農業のね、ビジネスを始めて。で、最後、まあ、なんかバス停にいるんですけど、で、なんか、お母さんっていうかね、主婦の人が、お願いです !100 万円返してください!みたいなね。で、まあ、その子のお母さんも来て、息子が迷惑かけましたみたいな。で、あなたも謝りなさいみたいなね。すいませんでしたみたいな。で、闇金牛島くんが来るわけですよ。で、闇金牛島くんのセリフが、お前本当に、なんだっけな、悪いと思ってんのかと。命張ってやったんだろうみたいな。っていうセリフで終わりましたね。そんな感じです。まあちょっと興味深かったですね、僕としては。うん、あ、そう、で、で、あ、それで、そうそう、あの、も、あ、じゃあ、それが、最後、それが最後じゃないですね。最後のオチが、最後が、また違う人が出てきて、なんかその、借金話をしてて、で、そのスタッフがね、スタッフじゃないか。そのお客さんが、お客さんだったかな?なんか、なんでこんな辛い、大変な闇金みたいな仕事してるんですかっていう、牛島くんに問いかけて、で、牛島くんが最後、飯食うダメだと。みたいなね。飯食うためだ。終了。みたいな。そう。なんかね、まあ、興味深かったですね、いろいろと。うん、なんかその、一言二言、闇金牛島くんのセリフって、なんか一言二言なんですけど、なんかね、それを深掘りして考えると、非常になんか、面白いなっていう。その意図というか、何を考えてたのかっていう。うん、まあ僕もね、その、飯食うことに関しては、すごい同意なんですよね。うん。まあ、正直、その、闇金牛島くんで描かれている情報商材は、まあ、完全、ちょっと、なんだ、情報商材なんかやべえだろ、みたいな、もう、ダークサイドの情報商材の感じで描かれていて、まあ、一般的にその情報商材って、まあ、多分そういうイメージもあるし、まあ、闇金牛島くんで描かれてるし、で、僕はもう情報商材17年やってるわけですよ。で、一般的には、なんだろうな、まあ、綺麗な仕事ではないと思うんですよね。だけど、なんでそんな綺麗な仕事、一般的に綺麗な仕事ではない。まあ、本も出してますし、情報商材完全バイブルっていうね。完全バイブルっていうね。本も出しちゃってるんで。なんでこんな仕事を続けるかっていうと、飯食うためですね。飯食うため。ほんと、牛島くんのね、セリフをね、すげえ共感しますけどね。食うためっていう。結構ね、僕いろんな人見てきたんですけど、やっぱ特にそのお金の話をする、お金の発信をする、お金を稼ぐ、教材を売るってなると、
やっぱあんまね、世間的にね、良くないんですよ。でも、お金について困ってる人はいるし。なんでその、習字とか、書道とか、英会話とか、なんだ？漢字の教室？英検？あ、違う、漢字の検定とか。まあそういう勉強は、別にあんま、あれなんだけど、お金の勉強を教えると、なんかあんまり良くないですよね。イメージが。なんか一番大事なのに一番怪しいと思われるっていうね。一番必要なのに、一番指さされるっていう、何なんでしょうね。まあ、たま逆に言うと、みんなそこで入ってこないから、いいっちゃいいんですけどね。そう、お金に対しての勉強っていうのを、なんか毛嫌いしてるというか、だけど必要っていう、このジレンマですよね。まあ、僕はまあ、飯食うためにやってきます、これからも。はい、いってらっしゃい。